しれない。正月2日にさ、俺井川さんの家にホームパーティー呼ばれたの、はい、もうこれねつくづく僕ら庶民とあの、うん、ちゃんとした家、すごいセレブの家の人の格差を思い知らされるホームパーティーだよ、うん、すごいの。あのね、行ったらまずね、おせち料理がね3段で30万だとか、こっち20万で50万ぐらいにとって、で1缶80万ぐらいのキャビアが出てきたり、はい、あとワイン、あ、全然わかんないの味が、はい、だ弟さんがまた立派な方で来られてて、ヴィンテージのワインをね1本ずつ開けて、すごいソムリエの方がちゃんとやってくれて、味わかんないじゃん、渋いですねとか酸っぱいですねって、値段ばっかり気になって、庶民だから庶民ですからね、これいくらぐらいするんですかねっつうと、うん、200万ぐらいですねとか平気で言うわけ、うん、それ10本ぐらい入っちゃって、うん、あとで頭んで計算しても、だから LINE でさ、ツイッターでその画像上げたら、そんな飲んじゃダメですよとか、うん、飾っとくもんですよとか、うん、もう大騒ぎになってるわけ、はい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 、わからないじゃん。いや本当申し訳なかったなと思って、あの我が家が提供したものは、2日前の31日大晦日に明治屋で買ってきた2万円ぐらいの食材だけでして、あとは全部皆様の持ち込みなんで、今おっしゃったのは全部本当なんですけれども、うん、もう全部私らはもうみんなあのタダで、はいはい、あの参加された方が皆さんお持ちになられてということ、はいはい、まあ、でもワインもね、オークションとかで出てくるワインすごい、とんでもないのありますからね、とんでもないのはバンバン上げて、はい、飲むか、俺も味わうじゃん、味わう、分かんない味が、うん、でどれが美味しかったですか、これ一番美味しかったって白ワインだった、それ一番安いやつです、ね、弟が香港住んでるんですけど、もともとワイン好きですし、でソムリエも今何万人いるか知らないけど、ソムリエ試験受けて通ったのが1000番台の1136番かな、なんで結構ね数千本じゃ効かないコレクション、オークションで落としたの持ってまして、あの時も言ってたじゃないですか、あのプロのソムリエの人がいて、これいつ頃買ったんですかって、2015年かなとか、弟几帳面なんで全部その あの日にちと、うん、はい、あのあれを後ろにシール貼ってるんですよ、値段を、オークションで落とした値段を、だいたい全部3倍以上になってましたね、たこの 6,7 年でね、すごいよ。うわ、私の友人にあのワインオークションをやってる会社、はい、日本のトプロットっていう会社 あの役員がいるんですけれども、やっぱりワインも2010年前後からすると3倍とか5倍とか、はい、完全にバブってるっていうことを言ってます、ね、うん、いやもうね、ワインってね数年に1回ずつ、結局ね、まずロシア中国が豊かになったら彼らが買うようになりましてね、それまで今例えば1本お店で飲んだら多分数百万じゃ効かない、500、600万するロマネコンティだって、バブルの頃でさ1本20万って人、うん、あの飲み物の値段じゃないよねって言ってて、うん、その頃今だったら1本数百万するアンリ・ジャイエが、井川さん銀座のあのシノワって今でもあるワインレストランですけど、よく当時は同伴に使ってたんですけど、井川さん最近あのアンリ・ジャイエって知ってますって、何それって言ったら、いや最近ね入り始めてましてって、高くないって言ったら、あの税サービス込みで2万4000円って言ったら、じゃあちょっと飲んでみましょうかっていう、今じゃ300万店で飲んだら500万ですよ、ほらロマネコンティも降りてたじゃん、降りてたじゃん、ロマネコンティ、もういやまあとにかくね、まあもう3桁超えたらの、というかもう2桁超えたら飲み物の値段じゃないんで、特に昔の値段知ってますからね、そうですよね、で大パさんあたりのねミドルワインでも一気に上がってますもんね、めちゃくちゃですよ、しかもカリフォルニアワインですから、ね、カリフォルニアワインですからね、あれ、ということでワインも今とんでもない状況になっているという、猫さんは何飲むんですか、お酒いつも、僕はまああまり飲んでるとこみんなシャンパン、焼酎、飲むぐらいで、ワインなんか絶対味わかんないもんね、うん、シャンパンはね、お好きで、あまりお酒召し上がらないけれども、シャンパンは中になんかイチゴ入れてちょっとバイブルでなって、はい、結構猫さん乙女なんですよね、いろんなものが、はい、乙女チックなものが大好きなんですよね、やっぱり可愛いもんとかさ、綺麗なもんって罪がないでしょ、罪がないでしょね、いいですよ、本当、ということで、シャンパンの中にイチゴ落としたり、イチゴですよ、はい、バイブル、映える可愛いのは井川さん何がやっぱりスピリタスって、まあ、飲み物本当は食事の時とかでちゃんとお酒として飲むならばあのやっぱりワインですね、まあ、これはもう別に高い安いじゃなくて本当にあの今時です、本当にあの作り手のレベルが上がったんで1万円ちょっとぐらいでブルゴーニュでも本当にあの美味しい白でも赤でもあるんですよ、それで十分なん でそれが終わった後はスピリタスですね、96度の、これが一番二日酔いになりにくいんで、いや
ならない？いや純粋なアルコールですから他のものとちゃんぽんしなければ大丈夫です。私むしろこの間もねほらあの井上さんとね、うん、行った時に、うん、あの人すぐこのウイスキー 丸氷のウイスキーに乾杯しましょうって言って正直私と井上さんはもうこうですよね、うん、やっぱり次の日残りましたもん、うん、残る43度のウイスキーを 4,5 杯一気したらスピリタスをボトル半分飲むよりも二日酔いですもん。異物が多いからということですか。多分そうだ。茶色色ってあれまろやかって言いますかね、樽から出た多純物ですから、ね、あれがマスキング効果でなんかまろやかに、アルコール分子を囲むからあれなんですけども、アルコールはアルコールですし不純物がたくさん体に取り込まれるってことですよね。95度なんて喉焼けません？あ、焼けますんで、別にショットでやるのは勝手ですが、私はもちろん割って飲んでますよ、うん、普段は、はい、でみんなで乾杯っていう時にはこのショットでこうやってますけど、毎回その飲むの全部ショットだったらやっぱりさすがに時々私咳してたのあれですから、うん、最近もうだからショットで飲むのは1日一晩1杯2杯にして、あとはもう残り全部割って飲んで咳が収まったじゃないですか、はいはい、あ本当だ今日静かだ。そうだからね、ショットで飲むと95度なんて完全に全部油分持ってかれちゃいますもんね。もうそうですね、ちょっと食道がんとか咽頭がん気をつけなきゃいけない話になっちゃうと思います。あ、燃料だよね。そうアルコールって、うん、油分分解しちゃいますからね、うん、やばい。96度なんですが、正確に言うとあれはガソリンと同じ扱いなんです、消防法上は、うん、オツ酒4類なんで大量保存は、資格がいります、その危険物取扱責任者の、はい、ああそうなんだ、はい、じゃあうちに買い置きしとくのは難しいと。 あれはボトルに小分けされてるんで大丈夫です、はい、ガソリンスタンドを運営するにはその取扱責任者がいるけれども、うん、車にこうやって入れちゃったらガスタンクでその車がたくさん並んでても別に取扱責任者いらないのと同じ理屈なんですよね。あれが樽に入ってたらダメだと思います。樽に入ったらスピリタスが、はい、それ大炎上しますからね爆発炎上しますからそれはダメなんでしょうけれども、正月からスピリタスの話じゃあ火炎瓶とかするときスピリタスにやった方がいいよね。あもう最高、しっかり燃えますよね。最高です。あっという間に燃えるでしょ、だって90何パーセント火つけた人にボーンかもね自分がね、車の中でスピリタス飲んでて、うん、窓閉めてて、うん、で途中でタバコ吸おうと思って火つけたバカが爆発して大やけどしたって話、うん、私読んだことありますよ、うん、まあ、とんでもない度数のとんでもない、はい、スピリタスってでもこのコロナの時も普通に売ってました？あ売ってましたね。あむしろですね消毒液として一時そう欠品してたじゃない。欠品してた、はい、やっぱりね、あれただご参考までに96度って消毒液としてはあまり役立たないんですよ。揮発性が高すぎてウイルスや菌が死ぬ前に蒸発してしまうんで、アルコール消毒の消毒液って75、うん、そうです、70から77ぐらいなので、スピリタスを使うときは水で少し割ってスピリタス2に対して水1ぐらい入れてもらってでやると消毒液になります。そうですよね。だからズブロッカーあたりだったらちょうどいいという。ちょうどいい。いやあれちょっと香りがね。香りが苦のよもぎ。よもぎが入ってますからね、あれはね、ということで話題になりましたけども、まあ、でもあれってウクライナ周辺ですよね。ポーランドです。ポーランド。はい、だからまさにおっしゃる通り、隣の。そうですよね。はい、ということでなんかお正月からスピリタスの話になってしまいましたけど、他のお酒ってどんなの飲むんですか？いや実はそれ以外は飲めと言われれば日本酒以外は全て飲みます、うん、日本酒だけはちょっと学生時代に飲みすぎてアレルギーになっちゃいましてですね、飲むと体が痒くなって、うん、ですぐ眠くなって次の日、うん、めったにならない二日酔い、うん、だいたいけどお酒で壊れてる人って日本酒だよね、酒乱になっちゃってる、うん、そうですね、飲みやすいんですよね。まあ、美味しい日本酒別に味としては美味しいと思いますし、日本全国 の日本酒ファン敵に回したくないんで言いますけれども、美味しいんですよ。美味しいから飲みすぎちゃうっていうのもありますし、なんで私も学生時代に飲みすぎて救急車で運ばれて36時間点滴で意識なかったといういわゆる急性アル中で三途の川渡りかけたんですけど、6問じゃなくて5問しかポケットの中に入ってなかったんで戻ってきちゃったんですけどね。まあだから日本酒って悪酔いしますよ ね、 しますね、これはね。僕も日本酒飲むと眠くなってしまって、ワインも僕苦手なんですけど、醸造酒系は醸造酒系は結構眠くなっちゃう、うん、でやっぱり翌日にしっかり残ると
いうのがありますから、基本は私も蒸留酒ということにはなるわけですけれども、はい、他に何か面白いニュースありますよね、猫さん。岸田さんがバイデンと会ったじゃない、はいはい、あれの時のスーツがだらしなくて、あ、ツイートされてましたね。もうシワ、股の間とかでシワポケットいっぱい入れすぎて、本当ね、新橋のね、よれたサラリーマン、うん、もう仕事は帰りのくたびれたサラリーマンみたいな、あれやめてほしいよね、トップなんだから、うん、パリッとしてほしいよね。まあね、ヨーロッパ歴訪で多分スーツ数着しか持ってかなかったんですよね。そうなんだけど、あれやらなきゃダメよ。ついてる人が毎回変えさせたとか、うん、プレスするだとか、うん、時間あるんだから、そう、出る前はね、必ずやらなきゃダメ。いや、ホテルに言えばですね、翌朝まで間違いなく綺麗に仕上げてきますからね、うん、ちゃんとしたホテルであれば、うん、国のトップがね、トップ外交やるんだから、うん、スーツいっぱい持って行って毎回パリ、ワイシャツももう1時間おきぐらい変えるぐらい、ネクタイもパリッとしてさ、うん、やってくんなきゃ、うん、安倍総理はどこ行ってもパリッとされてましたもんね。記事も良かったよ、あの人はね、カメラ写りを意識した記事をね、うん、多分選んでたと思う、うん、ちゃんといい綺麗な光り方するの、うん、もうね、記事は良かった、もうね、もう130とか140ぐらいの、うん、もういいの、いい記事ですよ、うん、常にね、あのパリッとしたね、光沢感のあるロロピアーナあたりの記事かな、なんてい う、ね、う、私安倍総理からロロピアーナのなんだっけ、あのあれのアルパカの、アルパカじゃなくて、なんで一番いい、カシミヤ、カシミヤのもう一つ上のやつですね、ビキューナ、ビキューナのセーターをいただいた、あとあのカーディガンいただいたことありますね、うん、やっぱりセンスがよろしいし、あの第一次内閣の時って結構ね、ボクシーなストーンとした、うん、あの大ぶりの切れてらしてね、あれもね、やっぱり第二次内閣の時にちゃんとスタイリストがアドバイスしたんだと思うんですよ、うんうん、あの多分体が細いと思ってる人がボカボカっとして聞くとますます貧相感が出ちゃうの、むしろタイト感がある感じに来た方がいいですし、あの体がちょっとパッ、あの太めの方はダブダブを着ない、あの着た方がいいんですよね、あれ逆にした方が本当はいいんですよ、うんうん、まあ、だから安倍さんは大体ロロピアーナの光光沢生地、そうですね、のライトブルーっていうか青系の、そうです、私いただいたのもそれでした、ライトブルーのカーディガンでしたね、そうですよね、はい、もうパッとカメラで映ってテレビで分かるんですよ、うん、生地のいい悪いは、うん、そうですよね、あとワイシャツのサイズ感、うん、あとネクタイの締め方、短さ、はいはい、あとポケットチームをきちっとやってるか、はい、もう見てるからみんな、あのポケットに入れちゃいけないんですよ、いけない、入れていいのはもうハンカチだけ、あれはもう 薄いから大丈夫なんで、だいたい帰り糸でさ止めてあるじゃん、いいスーツは、そうなんですよ、入らないんですよ、入らなくなってる、入らないように、入らない、最初からかかってありますからね、かかってあるのよ、はい、ほんとショックだったよな、あれが、あれ一つ見てもやっぱり人の上に立つためにいろんなことを勉強だったり、やっぱり所作振る舞い、うん、あの服装も上に立つには、そう、歩き方とかですね、こんな歩き方してさ、うん、まあ、あれダメだよ、うちの会社だったら経理の係長とかですね、そう、もう書務、もうね、役所だったら書務係で、うん、資料とかね、やらして、いっそのことは、あの黒いこの腕ば、似合いそうじゃありません役所の人がこの黒いやつやってるやつ、はい、これが気になったぐらいかな、うん、いや、だから日米首脳会談も成功したなんて言ってますけれども、通常首脳会談終わった後に共同記者会見やるわけですよ、はいはい、なかったですよね、ないですよね、で、あれもだってその猫組長が言ってるシーンも、あれ記者団を入れた前撮りだけでしょ、うん、あれわざわざ演出して、うん、あのためだけにやってるわけですから、それとさ、バイデンにさ、肩が詰まっちゃってさ、もうこんなんだもん、もうすげえ隠したでしょ普通対等のあれでプレジデント、ね、日本の首相相手に肩組む、組まないです、俺だって怒るよバイデン、お前友達ちゃうところは言いますよ、そりゃそうですよね、ちゃんとトランプは安倍さんとこう握手だったですからね、まあ、バイデンは大きくてですね、岸田さんもそれなりに身長あるはずなんですけど、ものすごく小柄に見えましたよね小さく貧相に、本当ショックだったな、はい、ということで、まあ、安倍ロスがやっぱり大きいんですよ、みんな、はい、猫組長の経済セミナー1本目これで終了でございます、はい。